本日はお日柄もよく、ファーリスハイという我が王子の、すごい歓声じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。私シルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。王子様だからって手加減しないわ。正々堂々勝負しましょうね。でかしたぞ。相当馬の扱いに慣れてるな。あそこまでは、さあ変わってくれ。これからみんなの前に出ないとい。君のおかげで助かったよ。虹色の枝の剣は僕が何とかしよう。ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとう。君のおかげで面目を保てたよ。さっ、なあ、騎
士の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに入れ替わってズルしてたのね。なんだよ、あなたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら国民たちの期待を、全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで、ふーん、そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に。王子様、失礼します。入れ。国王様がお呼びでございます。ファーリス様。ああ、わかった、すぐに行くよ。君には世話になった。虹色の枝の件は僕が何とかするから。あなたの走りとってもしびれたわ。またどこかで会ったら。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス、騎士として精進いたします。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはください。ほう、人助けとはさすがは我が息子。騎士道をよく心得ている。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の。王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回。あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣。待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば
で、歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか？実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にしても、よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてま、はい、承知しました。すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから。一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力して。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実践は全部。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。そうこうしているうちに、僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。はあ、ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物、それじゃ城門の前で待ってるからな。準備ができ、王子ね、この国の将来は心配だ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧。なぜ魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。待て待て、心配しないでくれ。お前たち
よし、来たな。紹介しよう。助っ人の皆さんたちだ。彼らに砂漠の殺し屋がいる魔中の住処はバクラバ砂丘という場所の一番奥にある。よし、行くぞお前たち。声が小さいぞ。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ。サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。だいたいあんたサーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね、私もついて行っていいでしょ。あなたならそう言ってくれると思ったわ。足でま。Oh!